今日ロケが自メイクだったから、そう自分でやってみたの、これ三つ編みしたの。お待たせです、遅くなりました。はい、ギフトありがとう。そうだ、皆さんにそう報告ですよ。あのですね、歌唱力の決勝ので歌う曲が無事に決まりました。よかった、ひとまず決まったので、はい、ようやくね、ちょっと本当に考えて、もうめっちゃ悩んだんだけど、悩んだのですが、こうちゃんともう自分が納得いくような、はい、曲決めたので、もうあとは、はい、あと1ヶ月後の本番に向けて練習あるのみという感じですので、はい、なんかようやくね、曲が決まって、私のそう情緒がやっと、ひとまず安心という感じですね。もうこの曲選びで本当にめっちゃ悩んだので、よかったでした、ついに。だからもうあとはこの曲、決めた曲を歌いまくり、なので、ぜひ、いやもうこれはぜひ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 来てください。見てください。という感じです。ということで、明日はアルサポキューダリポーターと、あとトークショーにも、はい、出演させていただくので、明日は楽しみます、楽しみましゅ、めっちゃ楽しみ、ねえ、天気も良かった、良かったのかな、頑張るね、リポーター頑張ってくるね。でも明日は本当にね、多分来場者数もめちゃめちゃ多くなりそうなので、ドキドキしてます、すごいと思う。明日ビッグさんブワーって人ブワーって感じだと思うので、緊張ですが、いや緊張というか気合入ってます、頑張ります。そう、もうね、明日に向けてちゃんと私服もバッチリだし、そう自分も、はい、メイクも髪もそう、ね、バッチリにするし、そうですね、あとはアルビが勝って、今すごくね、アルビすごいので、すごい負けてないので、応援ですね。まあ髪の毛どうしようかなと思ってるんだけどね、何がいいかな。そう、でもね、ユニフォームだから、私どうしようかな明日。なんかこういう二つ系でもいいし、でもまあ私服衣装じゃないから結構ルーズな感じもいいし、まとめるのもいいし、すごい悩んでる、
悩みます。暑いよ、明日暑いですよ。もう本当にいっぱいいっぱいお水持ってきて水分取ってくださいね。私はね、あの明日のためになんかアームウォーマーみたいな、アームも合ってるのかな、なんか腕隠せるやつ、本番は使わないけど一応買って、そう、あのあと帽子もすごいちゃんと UV カットするやつ、アームカバーかはい、買って、そう帽子もなんかねちゃんとしたやつ、そうあのすごいUV カットみたいなやつと、あと日焼け止めを2種類買ったアーモーマーじゃなかった恥ずかしい。バッチリですよ、うん、でもね明日はまあ半袖なので、私ね晴れ女じゃないんだよね、曇り女です。雨女、いやでも全然雨降るけどな、晴れ女ではないのは確か。まあでもね、あのてるてる坊主作ったし、うん、まあね、あ、ありがとう、思い出した、あのスプレータイプも用意してあるから、それもちゃんとカバンに入れる、ありがとうそうだよ、水分取って何でもいいよ水でもいいしカルピスでもいいしビールでもいいし、まあカルピスは私なんですけどね、カルピス好きなんだよね、うん、そう、塩分も取って大切、熱中症気をつけてね本当に。いやそうなんで、あのね頭皮の頭皮もちゃんと、私このめっちゃピリピリしちゃうから、そうシュって、あそうほうじ茶ラテでもいいし、うん、そうだよ、曇りイコールなんか新潟の曇り、曇りは新潟の晴れですから、うん、頼むよ新潟、うん、そう焼けるんだよね本当に、ピリピリする、お風呂入るとき、ててて、うん、ね、嬉しいです、まあ、なんか最初の方はアルサポ級最初はめっちゃ緊張してたけど、なんかもう本当に今はすごく楽しみでいっぱいです。なんかあのアルビのサポーターの方がすごい優しいのと、うん、ね、あと見守り隊もいるので明日は本当に嬉しい。なんだっけ名前、なんだっけ、てるてるてるみんだっけ、あ、もう忘れちゃった、うん、そうなの、だから明日は本当にそのあるサポの方にも知っていただけるように頑張らないと、うん、もはや準レギュラーでは、嬉しい。でも明日何時、何時なんだろう、はいはいはい、何時からこうやって4時から15分が、4時から15分によって、ありがとうありがとう、スケジュール、ス
スケジュール担当ありがとう。じゃあもうがっつりあれですね、暑い時間帯ですね。ね、今まあもう夜でも、すごいすごい暑いからな。でもね、明日はナイターだからすっごくあのいい雰囲気の試合になってると思いますよ。だからあの試合もね楽しみに、はい、試合も見てって感じですね。サイゲーム打って打って打って嬉しい、そうだね、勝ってさ、うわー絶対綺麗だろうな、勝ちたいね本当に、めっちゃ楽しみだわ。どんなメイクにしよっかな明日。まずまあベースはしっかりして、日焼け止めも塗ってベースしっかりして、今日もいい感じで盛れてるからまつげもバシバシに決めて、チークも塗ってちゃんと崩れないようにベースはして、あのいつもガタの湯メイクガタの湯のメイクはすごいですからね、全然崩れないですから。そう、もう最近引き算しまくっててメイク、アイラインもねもうねほとんどしてないくらい、ナチュラルにいってます。ナチュラルだけど盛りますよ、メイク上手くなったでしょ。そうなの、久しぶりに三つ編みした。なんかちょっと今めっちゃ崩れてるけどさ、あの今日の髪型良くないですか、これ自分でやったの。じゃじゃ、サマーバッグ漏れてた、だよねそう、あとさ、なコンサートのそのグッズ付きの席をこうで見てくださった方に今日とかもあのグッズ届いてたらしいんですけど、めっちゃ漏れてるよ、コンサートの私めっちゃ漏れてたねそう、なんかあのカメ子さんのさ写真とかでもちょっと薄々分かってはいたんだけど、グッズでも改めて見たらめっちゃ漏れてためっちゃ漏れてたグッズ漏れてたよね嬉しい。あ、届いた、よかった。いや漏れてたんですよ、びっくり。いや、あのやっぱりさ、あの青春時の衣装が良すぎるよね。卒コンかっこいい、わかるわかる、嬉しい。いや、やっぱこうやってコンサートのさ写真を残してもらえるのめっちゃ嬉しいな。グッズでもだし、そう、カメコもあったから、あの時の漏れていた私をこう永遠に残せるのは本当にありがたい。そう、やっぱ衣装すごいね、衣装のパワー、衣装と髪型のパワーなんですよね結局。本当に嬉しい、そう、よかった、明日も漏れてるといいな、あのサマーグッズもまたデザインしたのでぜひ見てください。夏はナナミンってやってますから、夏
はナナミンですよね。そうなんです。あ、もうテロップ来た。みんな明日は早起きですか？早起きだよね。早起き、あ、でも明日ちょっと余裕あるのかな、わかんない。こんなに遅くまで付き合わせてしまってごめんなさい。私は明日早起きです。はい、準備めっちゃ時間かける予定なので。うん。そう、なんかあれなんですね、公園から公園からさ、ミックさん来てくださる方も結構何ちらほら何人かいらっしゃった。すごい嬉しい。そう、公園とはしごする。確かに時間的にちょうど大丈夫なのか、うん、あ、結構多いですね、公園からのアルビ待ってますよ。そう、私は明日公園は出ないので、うん、いい流れじゃん。うん、まあね、ななみ推しはまあもちろんもうビッグさんにかけてますよね。明日明日。うん、待ってるからね。いっぱい目合わせてください、私のこと見てください。はい、目で会話するからね、みんなと。分かった分かった。私はね、目で会話するから。うん、そう。いや、みんなね、できるんですよ、これが目で会話。そう、できちゃうんだな、これが。そうなんですよ。でね、うん、いや、でもさ、ちょっと聞いてほしいの、ね、なんか最近カメラを始めたじゃないですか。でさ、こう なぜかなんかメンバーを基本、まあメンバー撮るんですけど、なんか生誕祭、いつだ、いつ、なんだったかな、あ、スイスイの、そう、トゥイトゥイの、スイートピーの生誕祭で、撮ったんですよ、スイスイのこと。うん。で、なんか、生誕の、なんか、お花の前とか、で、こう、スイスイのこと撮ってみたんだけど、なんかこっち向いてって言ってみたものの、実際にこうこっち向かれるとなんか緊張して、え、ちょっと待って、やっぱりこっち向かないでみたいな、なんかわかんないんだけど、こう目線なんかこっち向いてって言ったらいいものの、緊張しちゃうんだよね、いざ向かれると。そう、あ、ちゃんと撮んなきゃ、なんか、うん、難しい。そう、ちゃんと撮るんだよ、撮るんだけど、なんか難しいんだよね。うん、そう、え、あるあるですか。うん、いや全然トゥイトゥイに恋してるとかじゃないんだけど、全然。なんかね、そんな気持ちになっちゃって、なんか、いや、どのメンバーでもなんですけど、うん、さ、マリンピア行った時も、そう、持ってったんだけど、うん、
こっち見てって言ったはいいものの、あってなっちゃう。カホとかさ、ハルカとかヒノに、ノヒこっち見て、いやなんでだろうな、なんかさメンバーの携帯とかでなんかあの写真撮ってって言われてたどりすることは全然あるんですけど、まあその時も緊張するか、うん、緊張はするんだけど。うまく撮れるかなみたいな。あのね難しいからちょっともうちょっと、いっぱいあの練習したいなって思った。トリュフポテトチップスよくわかったね、トリュフ。いやそうなの、ちょっと成城石井の話していいですか。なんか結構前なんだけど、何ヶ月か前なんだけど、ツイッターでなんかバズってて、その、 あのプリンとポテチが、うん、そうでなんか、あじゃあちょうど新潟駅にできたし、なんか寄った時って寄ることないんだけど、うん、成城石なんてさ人生でさ行ったこともなかったから、そうなんか夜とかないけど、でもまあちょっと思い出した時に行ってみようかなって思ってこの間行って、そうで1回目初めて行った時はなんかもう緊張しちゃって、うわ何ここ、しかも混んでるしドキドキって思ってプリン探せなかったんだけど、この間2回目結構空いてる時に行ったら落ち着いて探したらプリンがあって、そうプリンがあって買ったの、うん、そうあの母の分と私2個買って、そうそうで食べたらもうほんと美味しくて、めっちゃ美味しかった。でそういえばなんかポテチもバズってたなと思って、ポテチのお菓子のコーナー行ってポテチ見てみたの、そしたらなんか500円とか500円なんか600円弱みたいな、高くねって思ってこう買おうと思ったけど、高いよガチャガチャ1回できる、いやガチャガチャ2回できるぞって思ってやめた。うん、いいお値段すぎるよね、さすがに。そう、すって、うん、そっと戻しました。高いよって高かった、びっくりしちゃった。いやだってポテチってさ100円くらいだよね普通、5倍ってことでしょ、ちょっと待って、いやさすがにね、もうなんかいやこうやめようと思った、うん、いやでもねなんかちょっとでもすごい怖いもの見たさで、まあ、買いたい気持ちはあるよ、うん、そうだからさ、まあ、いやなんか私あんまりご褒美とか自分へのご褒美とかやらないんだけど、買ってみようかな、やっぱり買いたくなってきた。だってガチャガチャ2回我慢すればいいんでしょ。でもさ、その我慢すればいいっていうことでもないんだけどね全然、うん、私はそうだよね、ポテチを買って食べて皆さんに伝えるという義務がある。でもさポテチの500円はちょっと勇気ない、勇気いらない勇気いるよね、うん、いやそうだよ、あのねポテチとスタコレの、ガチャ1回分同じ値段だねほぼ。そうこの間1号パック買ったんだけどさ、自分はでなんか地引きはできなかった、ス
た、これ、あの4期生にした、ハラちゃんとアンナとあと誰だったかな、やったかな、ヒロカップだったかな、アオちゃんだったかな、そう一回やったんだ、うん、分かった、リポートするわ。ポテチ買うか。そう、自分でね一個買っちゃった、ボイス付き出ない、いや分かる、私もだよ、地引きもできなかった、待っててポテチレポするわ、うん、まあ確かにスタバに比べたら安い、なんかさ高いね。何事も。お、明日買う？あのね、プリン美味しかったよ。確かにトリュフ、なんかポテチのトリュフ味とかとは言うけどさ、そんな本物のトリュフ私も食べたことないよ。あ、でもお仕事ではあるかもしれない。お仕事ではあるかもしれない。そう、なんか本当にいつも私は幸せ者で、ロケでさ美味しいものを本当にたくさん食べさせていただけていて、うん、だってこの間のさガタの湯の見た、ガタの湯のフルコース、うん、すごいよでしょ、あれ、あのお肉、うん、美味しかったよあれ、なんか盛り付けもすごくてさ、あれさ、お刺身あったじゃない、そう、お刺身のお皿に最初なんかすごいガラスの蓋みたいなのついててさ、パカッて開けたらもうフォーって煙が出てきてさ、なんだこの演出、そう、あのさっきカクテルあれね、ちゃんとちゃんとの飲みましたよ。ちょっとだけ、いや、あのさ、なんかあの時撮影してた時は、そう、ちょっとたしなむ程度でしたけど、うん、そう、飲みまして、あの大人カクテル、いや、あれすごかった、なんか何、なんか紅茶のカクテルみたいな、うん、なんです、いや、しっかり全部いただきましたよ、あの後、うん、作っていただいたカクテルもちゃんと撮影終わりに飲みました。ごくごく、まあ大人ですからね。なんか初めてのお味でした、うん、ほんと紅茶飲んでるみたいな、あんまりアルコール感なかったよ。いや、もうさ、あのお料理だよね、お肉、お肉感動した、あんな焼き加減 見たことないよ、あんな、そう、あんなお肉、そう、美味しかった、柔らかかった、お刺身も美味しかったし、う、うん、
幸せでしたね。そう、ピンクのお肉あれすごい美味しかったよ。贅沢すぎる。いやー、わかる。メンバーと行きたいな。そう、ちょうどさ、あのマリンピア2期で行った時に、なんかこれ行きたい、なんかその温泉とかも行きたいねって話してたし、そう、その2期でも話したし、あとあのこの間3期生のユーハとユーナとご飯行ったんですけど、その時も話してた、お泊まり会したいって。そう、え、このメンバーで、このメンバーでお泊まりしたらずっと話してて眠れないですよ、はははってユーナが言ってた。ちょっとまねものまねできないんだけど、はははって、うん、言ってました。ユーハ、わかりますわかります、私もいっぱい話しますさあ、そんな話してました。あ、お風呂はちょっと、すいません、お風呂はね、あのちょっと私 NG なんですよ、うん、ちょっとお風呂は、お風呂は一緒に入れないです。でもさ、温泉行くってなったらもう逃げられないよね。ね、私のさ、羽のモノマネめっちゃ似てない？え、似てると思うんだよね。わかります。いや、もっとこっちで、わかります、わかります、私もずっと話してます、最高ですみたいな、うん、でもユーナの笑い声だけはあのモノマネできない、あれは、あのスタッカート笑い分かります。このメンバーで泊まり絶対楽しいです、行きたいです。あんま似てなかったいや、笑い方面白い人って面白いよね。その私、そう、あの高校の、そう、高校のお友達で、あの一面だった子がいるんですけどちょっと待って、その子の笑い声がもう世界一面白いと思ってて、うん、何なんだ笑い方面白い人って、そう釣られちゃうんだろう。あのね、いや、ちょっと背の高い子じゃないんだけど3人のうちのその1人がまあ背の高いめっちゃ可愛い子で、もう1人がそのとんでもなく面白い笑い声が やばい人なんですよ。なんて言えばいいんだろう、なんかもうユーナよりもうやばくて、いや、聞かせてあげたいんだよね。思い出したけど笑っちゃうくらいの周りにいませんか、笑い方やばい人いいよね、面白いよね、うん、なんかなんていうの、はっはっはっはみたいな、いや違う、あの、そう、魔女みたいな笑い方、そう、夢とも違う、夢は、夢はさ、はって感じじゃん。でも私の友達はなんかファッファッファッファみたいなファッファッファッファって感じ、そう、うん、いろいろいるよね笑い方って。そう、じゃあ聞かせて
最近全然会ってないんだけど、会ったら録音しとこうかな。なんかで聞かせてあげたい。なんかさすがにさ、このショールームとか公共の場ではさ、その流せないからさ、なんかおしゃべり会とかで聞かせてあげたい。オンラインでもオフラインでも。これなんだけどさ、聞かせたい。録音できたらするわ。まあでも全然会う予定がないんだけどね。そういえば、いやそうなんだよ、私の数少ない友達みんな笑い方結構やばいかもしれない。そうすごいよね。確かに前回のアルサポキオの時、高校の同級生に会った。めっちゃ久しぶりに。でもさ、いやそう、私ね、そう、なんかこの流れで言うのはちょっと悪いんですけど、私 NGT に入ってから、入って連絡先そうおほとんど9割8割9割くらい消したんですよ。そうだからもうほとんど残ってなくて、その高校時代の人の連絡先とか。そうなの。いや全然これあるあるですよね。そう消し去ってしまう。3、4人くらいしか、本当にそういなくてそうなんです。まあでもそうするよね、結構周りもそうしてたのかな、わかんないけど。まあでもさ、こうそんな時もあってさ、実際こうやって今いっぱいこうやって6年まあ活動してて、こう同級生に遭遇することあるんだと思ってびっくり、嬉しいですけどね。そう LINE をね、LINE を消した全然なくても、ないんですよって感じで。そうだからもしかしたらね、 LINE してくれてるかもしれないし、でも私は見られないという。まあでもね、今はメンバーで溢れてるので。いやすごい、私さ NGT に入った時にもう感動したのが、先輩の LINE を追加する時がもう一番震えたよね。うわ先輩だ、いやもう憧れの一期生さんの LINE、 本当に嬉しかったな。ドキドキした。そう、
や本当に今でも嬉しいよ。そう、先輩から LINE 来たりすると、そう、あの日向さんが本当に定期的にあの私も送ったりしてるんですけど、 LINE をくださったりしてて、ああ嬉しいって、うん、ドキドキするよね。いやわかるよ、なんかいつになってもドキドキする。よたちゃんと LINE したらし、え、もう、え、もうよだ、よださん、よ、あ、もう考えるだけで会いたいな。私さ、よだゆきさんのことが本当に高校生のところから好きで、うん、私が高2高3の頃から本当に好きで、でもすごい今でも本当に好きだから、すごい好きなんだろうな。でもすごいね、同じアイドルなんだもんね今。あー、考えるだけで嬉しいぜ。そう、今日さ、あの、なんだっけ、キンスマかな、でなんかアイドル特集みたいな感じだったよね。ちょっと 見れなかったんだよね。そうたんだけどさ、チラッと見たときに、そう、チラッと見たときにヤヒヤヒとサラが映ってた。そう、びっくりした。え、ヤヒサラ映ってたの。そう、同じ場所にいたんだね、あれ。いや、すごいね。うん、そう、いたよね。すごいよ、すごいよ。いや、私も頑張りたいよ。うん、私あとあのゆきりんさんも出てらっしゃいましたし、イコラブさんとか、あとフルーツジッパーさんとかそう、後で見ようかな。うん、きっと録画はしてあるから。まだ見てないの。皆さん、ゆきりんさん、すごいね。うん、見よう。今日はね、あのね今日髪とか顔ロケ前自メイクだったから、あの去年の TIFF の映像をずっと見てたいろんなグループのまたアイドルって感じなんですけど、すいません、もういつもアイドルの話で、本当に毎日毎日アイドルの話ばっかりって、本当にすいません。そう、今日も今日は TIFF の映像を見てました。いや、ティフ見るの好きなんだよねそう、ティフ見るの好きなんだよね。見てたよ。今日は HKT さんフルーツジッパーさんを見た。ほうほうってほうほう、
メイクが進む、まあ、たまに集中しちゃってメイクできないんだけどね、うん、って感じの一日でした今日は、うん、じゃあランキング読みますか。ランキング読みます。73位からいきます。ななみの73位、リュウマ、ありがとうございます。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、セッテンガー、ありがとうございます。11位、タカノン、ありがとうございます。10位、ハル、ありがとうございます。9位、なぎすけ、ありがとうございます。8位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。7位、お酒、ありがとうございます。6位、まんちゃん、ありがとうございます。5位、山あり、ありがとうございます。4位、ふうか、ありがとうございます。3位、スキャット、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。1位、みったん、ありがとうございます。あ、そういえば Wi-Fi ちょっと直んなかったから、今日も Wi-Fi なしでした。でも止まらなかったからよし。じゃあ三つ編みほどいて明日に備えて寝ます。お風呂入って、嘘、カクカクしてた、ごめん、ちょっと、え、時々もざってた、本当にごめん、本当にごめん、なんで、ちょっと困るんだけど、また一回また電源切ってみますね。はあ、みんな言わないでいてくれたの、もう優しいんだから、もう、あ、カクついてるな、でも言わないでおこうって、はあ、優しいもう優しいんだから、もう本当にもう優しいんだから、本当にもう言わないでいてくれたのね素敵ですね、ありがとう。じゃあ、優しさに触れました、ありがとうごめんねじゃあまた配信するので見てください。なんか巻き髪みたい、おやすみ、ありがとうね、優しいみんなおやすみなさい、また明日。